昔の私にとっての靴はやっぱりお客さんとして履く側としてただ好きだったっていうもので、今は自分の中ではまあ使命感みたいなものがあって、まあ、歴史に残るような自分にしか作れない靴を作るっていう使命感があるので、靴が作れるっていうことを初めて知って、で私の中にその靴が作れるっていう価値観が入ったことで、単純にちょっとこう興味を持ったというか、私にとっての靴の魅力は機能美から来る靴の形、フォルムの美しさですね。まあ、やっぱりみんなが就職してる中で自分がこう修行、まあ、職人の世界に入るっていうことだったので、とても孤独でしたし、まあ、共感してくれる人がいなかったので、まあ、日々悩みながらこれでいいのかなっていうのは常にこう悩みながら生活してました。非常にこう孤独でしたね。10年弱ぐらい、靴作りを学んできて、まあ、いい靴は作れるようになったんですよね。やっぱりこうそこに自分のオリジナリティっていうのがないなっていうことで、まあ、非常に悩みまして、とても自分の世界が狭かったので海外に行こうと思いました。今まで自分がやってきたような伝統的な靴作りとは全く違う、靴作りをされてたんですね。あ、こういうふうに新しい靴作りに挑戦してる人がいるんだと、こう刺激を受けたというかと思ったんですね。まあ、自分も同じように自分らしい新しい靴を作らなきゃいけないな。ウィーンはあの芸術の街なので、日々こう芸術に触れる機会があったんですね。で私もどん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 こう芸術アートにのめり込んでいって、そこで初めてこう靴とアートを融合させたいなっていうように思いました。芸術を融合させるために、その芸術の部分を、まあ、4年間先生の下で学んできたんですけれども、まあ、そこで学んだ金箔の技術、こんな技術があるんだっていう驚きですね。ですぐにこれは靴に絶対に生かせるっていうようなこう感覚を持ちました。高いレベルでこうデザインのラインに自分のこのアートの感覚が生きるようになってきたなと思っていますね、最近。それで最近になって、まあ、ようやく靴作りと芸術アートが高いレベルで、まあ、自分の満足のいく形で融合できるようになってきたかなと思ってます。情熱的で
あとは攻撃的で常にこう何かにこうイライラしてるというか、そういったところがあるので、それがエネルギー源となってこんなに時間がかかるようなことを普通だったらやらないっていうところにむしろ挑戦したくなったりしてますね。通常の靴でここヒール、この部分が革のレイヤーでできてるんですね。それと同じやり方でこの作品は作ってるんですね。仕事量で言ったらもう本当に膨大になりますし、アート作品制作はまあ半ば自分のこう勝手にやってるというか、誰のためでもなく自分のためにやってることなので、まあ夜の空いた時間にやる、そういうような位置づけですね。私がデザインを考えるときに、まあ、アイデアをこう思い浮かべるときによく行く場所が、東京の上野公園の中にある国立西洋美術館によく行きますね。単純にそのこの何とも言えないこうシーンとした雰囲気で、たくさんの名画に囲まれてっていう環境が好きですね。まあ、それらの名画を見ながら、まあ、歴史を感じながら、自分が今2022年2023年、どんな作品を生み出さなきゃいけないか、生み出すべきなのかみたいな感覚になれます。私にとっての、まあ、人生の目標にもなるんですけれども、歴史に残る全く新しい靴を作るっていうところになります。